しました。いつでもアクティブな中村さんに翻弄される岡村アナ、フルマラソン完走へいよいよ特訓開始。中村さん、はい、走ってきましたけど、はい、外でトレーニングするのかと思ったら室内ですね。そうなんですよ、はい。まあ、練習もしたいところなんですけど、まずは今の岡村さんがどんな状態なのかを知りたいので、はい、ちょっとお話聞かせてもらいたいなと思いまして、はい、お願いします。まずは岡村アナの現状をチェック。運動歴ってどんな感じですか？私、高校3年間は剣道部でした。基礎体力上げるために走ったりとかはしなかったですか？ずっとすり足で動いてたんですり足。学校でマラソンとかって授業なかったですか？マラソン大会みたいなのはありましたけど、最下位。最下位苦手でした。なるほどなるほど。本当お腹痛くなって。何キロぐらい走ったことあるか覚えてますか？最長距離3キロぐらい、2キロぐらい。今は、はい、特に運動はしてない感じですか？そうですね、本当通勤ぐらいです。家から最寄りの駅までってどれぐらいですか？2分。近いですね。駅近ですね。駅近便利なんですけどね。こちらが岡村アナの最近の歩数データ。謎の8歩が足を引っ張ってはいますが、それにしても平均5400歩と目標値には程遠い現状。メディアランナーに決まってから何か変えた、自分なりに変えたこととかってありますか？ダイエット頑張ろうと思って、ここ1ヶ月ぐらいはダイエットしてました。夜ご飯とかもキュウリ食べて頑張ってました。キュウリですか？そう。お昼とかはがっつりラーメンとか食べたくなっちゃうんで、うん、夜は少ない方がいいのかなと思ってキュウリでも1キロ減りましたよ。おお。でも喜んでいいのか悪いのか。いろいろ緩めな岡村アナに中村さんがアドバイス。いきなりじゃあ走ってっていうのも、はい、なかなか精神的にも負担が大きいじゃないですか。いや、めちゃくちゃ不安です。なので、はい、まずはウォーキングからで大丈夫です。しんどいこと人間やっぱ嫌いですから。嫌いです。大嫌い。ゆるくウォーキングからやっていきたいと思います。じゃあウォーキングから楽しく頑張りましょう。やりましょう。はい、はい、お願いします。早速行きましょう。お行くの？もう走ってちゃうの？また走るの？次週はいよいよトレーニング開始。はい。